こんにちは、オレンジシフトの谷です。今回はグラデーションマップを使用して海と空の色を鮮やかにしていきます。同じ写真を利用したいときは概要欄からダウンロードしてください。まず空の色を鮮やかにします。左端のツールから選択ブラシを選択します。ブラシの幅は400ピクセルぐらいにします。空の部分をドラッグします。空以外の部分も選択されてしまいましたので、オルトキーを押しながらクリックして余分な選択範囲を解除しておきます。続いてレイヤーのパネルの調整レイヤーのボタンをクリックします。メニューからグラデーションマップを選択します。もう選択範囲はいらないので、選択のメニューの選択を解除で解除しておきます。グラデーションマップは画像の明るさごとに色を割り付ける機能です。グラデーションマップとは、画像をグレースケールに変換し階調ごとに色をマッピングする機能です。この写真をグレースケールに変換します。グレースケールの写真は暗い部分が黒、明るい部分が白にマッピングされていると考えることができます。グラデーションマップを利用すると暗い部分を別の色にマッピングすることができます。試しに暗い部分を赤にマッピングしてみます。そうするとさっき黒だった部分は赤くなります。グレースケールの写真が黒いインクで印刷されたものだと考えると、赤にマッピングしたものは赤いインクで印刷されたような感じです。以上がグラデーションマップの簡単な説明になります。デフォルトでは明るい部分が青、中間の部分が緑、暗い部分が赤に割り付けられます。空の画像で比較すると雲の部分が青くなってます。中間の緑の部分が空の部分になってます。ただこのままだと青い部分が雲の部分だけではなく空の明るい部分にも適用されてしまいます。緑の領域をもう少し増やします。グラデーションマップの下の緑の点をクリックします。このポイントを右にドラッグすることによってもう少し明るい領域も緑に変更することができます。やりすぎてしまうと空の部分も緑になってしまいますので、やりすぎないように調整します。画面の右上は空が濃いので少しだけ赤みがかってます。後で色を変更しやすくするためにもう少しこの右上の部分を赤くしておきます。グラデーションマップの左側の赤のポイントをクリックします。このポイントは移動することができないので右のコピーボタンをクリックします。新しく赤いポイントがコピーされました。この点は自由にドラッグできますので、若干空の部分が赤くなるようにしておきます。これで雲の部分が青、空の部分が緑と赤から構成されています。青の部分は雲なので白色に置き換えます。青いポイントをクリックしてカラーの部分をクリック、白を選択します。同様に緑の部分をクリックしてカラーの色を水色に変更します。最後に赤い部分をクリックして少し濃い水色に変更しておきます。空にはもっと濃い部分がないので左側の赤は変更しなくても結構ですが、一応こちらではクリックして同じように青に変更しておきます。以上で空の部分が変更ありましたので、グラデーションマップはバッテンのボタンをクリックして閉じます。
続いて海の部分も変更していきます。ただ注意としてはこのままドラッグしてしまうと海を選択することができないので気をつけてください。レイヤーのパネルでグラデーションマップの部分を選ぶのではなく、下の背景の方をクリックして選んでください。写真を選んだ状態で海の部分をドラッグして選択していきます。ただ岩の部分と海の部分が同じ濃い色ですので、少し岩の部分も選択されてしまってます。先ほどやったようにオルトキーを押しながら余分な選択範囲を取り消していきます。少し微妙な部分も取り消さなくてはいけないので拡大します。ブラシの大きさも若干小さくしてオルトクリックして解除しておきます。以上で海の部分が選択できましたので、先ほどと同じようにレイヤーのパネルの下の部分の調整をクリックしてグラデーションマップを選びます。海は明るい部分から暗い部分まであるので、このまま利用できそうです。明るい部分が青、暗い部分が赤になってます。まず右側の青い部分をクリックして色を白に変更します。真ん中の緑の部分をクリックして、色は海の色なので、空よりも若干緑がかった感じにしておきます。最後に赤い部分のポイントをクリックして、青色に変更しておきます。以上で海の色を塗り替えることができました。ただこのままだと海の色が明るすぎて不自然です。もうちょっと海の色は空に比べて濃くする必要があります。今選んだ3色をもう少し濃い色に置き換えても作業できますが、グラデーションマップの下の部分に描画モードを調整する機能があるので、今回はそちらを利用して海の色を作っていきます。描画モードの横の標準というところをクリックします。メニューが表示されます。それぞれのメニューの項目にマウスを合わせるとアフィニティフォトではどういった効果が適用されるか簡単に見ることができるようになっています。その場合に応じてお好みのモードを使っていただければいいと思いますが、今回みたいな作業の時はソフトライトがおすすめです。ソフトライトを使うことによって元の写真に色付きのライトで照らしたような感じになります。選択範囲もすでにいらないので、選択のメニューから選択を解除で削除しておきます。いい感じにできましたので、グラデーションマップの右上のバッテンをクリックして閉じます。最後に水平線付近の空の色をもう少し白っぽくして自然な感じに修正しておきます。空の色の修正になりますので、グラデーションマップの空を選んだ方のレイヤーを使います。今回は2回グラデーションマップを適用しましたので、グラデーションマップのレイヤーが2つになって見分けがつきづらいです。どちらかわからなくなってしまった時には右側のとこにあるチェックのところを押して選択を解除したり選択してみてください。この場合だと下のレイヤーが海の部分で上のレイヤーが空の部分の調整をしていることがわかります。後でわからなくないようにするためには名前を変更します。上のグラデーションマップの部分をクリックして空と入れておきます。先ほど作った空の選択範囲を表示するためには、この空のレイヤーのサムネイルの部分をコントロールキーを押しながらクリックします。これで空の部分が選択できました。空の部分を明るくする作業をするためにもう一つ調整レイヤーを作成します。レイヤーのパネルの下にある調整のボタンを再びクリックします。今度はグラデーションマップではなく上から3番目のところにある HSL を選びます。 HSL は色相、彩度、輝度の略になります。色相を動かすことによって色合いを変更できます。
彩度を選ぶことによって鮮やかさを調整できます。最後の輝度で明るさの調整ができます。リセットのボタンを押して元に戻して、今回は彩度を落として0にします。輝度のシフトは明るく白っぽくしておきます。真っ白でも大丈夫だと思いますが、 85% ぐらいにしてみます。一度バッテンを押して HSL を閉じます。このままですと空全体が真っ白になってしまっているので、空の下の部分だけを白くするように範囲を指定し直します。今選択している空の選択範囲は1回選択範囲のメニューの選択解除を選んで解除します。レイヤーのパネルの下の部分にあるマスクレイヤーのボタンをクリックします。マスクの色が白くなっているので、マスクが何もない状態と同じになります。マスクの部分に黒い色を追加することによって空の青い色が戻っていきます。滑らかに黒い色を追加したいので、左側のとこにあるグラデーションツールを選択します。グラデーションツールは試しにドラッグしてみると、下から上にドラッグすることによって簡単に黒い部分を作ることができます。逆にドラッグしてしまうと空の上が白くなります。今回は水平線の部分からちょうどドラッグしていきたいです。ただここにマウスを合わせるとスナップが働いてて、画像のセンターの部分に赤い線が出てきてしまいます。今回はスナップ機能を使わないので、上のスナップのボタンもチェックが入っている時には外しておきます。あとはこの水平線の部分から上にドラッグします。斜めになってしまうと見た目良くないので、キーボードのシフトを押しながらドラッグして、どの辺を白い範囲にするか決めます。でマウスを離して出来上がりです。少し白が強いと思う時にはレイヤーのパネルの不透明度のパーセントを変更してください。この部分をいじることによって白の強さを決めることができます。以上で作業が完了しましたので、上から2番目の輝度ツールを選んで空いてる部分をクリックして選択を解除します。もし元の画像と比較したい時にはレイヤーのパネルの背景以外の部分を選択します。一番上の部分をクリックして選択して、一番下をシフトクリックで選択します。右端のチェックマークをクリックすることによって変更前変更後の画像を確認することができます。選択範囲が見えて嫌な時は移動ツールではなく一番上の表示ツールを選択しておくとより見やすくなります。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。